久松千日は日本の国文学者、文学博士、九章についての特別資料室がある東浦町、中央図書館愛知県知多郡、藤江村生まれ。愛知市中、第八高等学校を経て、1919年に東京帝国大学文学部国文学科卒業。卒業論文は第八社で搬入したとされる。同大学院に進学。 1922年、佐々木信綱の三女三恵子と結婚、一校、教授。1925年、東京帝国大学国文学科助教授。1934年、日本文学評論史の研究で、東京大学文学博士。1936年、教授。1955年の退官後は、同名誉教授、慶應義塾大学教授、鶴見女子大学教授。 国学院大学教授。1939年学士院小受賞。1947年、帝国学士院、会員。1966年君二等受随法賞。同年文化功労者。1975年、受局実茂光明。1976年、のぶじ三位。1971年から、日本近代文学館名誉顧問。 1974年、郷里にある愛知県立東浦高等学校の校歌を作詞。市の1番では郷土の風土について、2番では知性と感情が融和することを、3番では強い意志を歌った。1976年、肺がんのため死去。慶中研究に始まり、国学、万葉集、和歌など古典文学の全体について基礎的研究を行った。 自らも心の花に所属する歌人でもあった。戦時体制下では日本文学法国会国文学部会幹事長として盛んに民族精神を拒翠したため、戦後その戦争責任を追求されたが長く国文学会に君臨した。京里の東浦町中央図書館には九州と久米城民についての特別資料室があり、 九章の編著作書、約200冊や磁気筆原稿約400点が展示されている。久松まつに著作集、月報12、久松ま日冬花集、笠間書院、1977年、服部利り辞典有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の新一覧23ページ、特別資料室東浦町中央図書館、ありがとうございます。